自由のラプソディパンピートロット実況プレイ。皆さんこんにちは、ラニーです。今回も続きをやっていきたいと思います。コメントの方で教えていただいたんですが、宿屋に泊まるにはベッドの方に直接行かなければてか行けば泊まれるんじゃないかというのをいただいたので試してみたいと思いますって思ったんですが、バジルとマジョラムがもう帰ってきていました。はい、多分ね、相変わらずだと思うんでね。そうだよね。はい、なのでジークも泊まりましょう。はい、翌朝まで料理付きで眠りましょう。多分また呼び名が変わると思うんですよね。今までの経験上ね。で、あとなんか修理してくれるとこでなんか仮眠取ったりもして時間調整できるよっていうコメントをいただいたので、今度から有効活用していきたいと思います。はい、どうやら人々があなたのことを正義の触覚と呼んでいるようです。どういうこと？正義の触覚、それはなんだ。結局食べ物関連だな、ジークは。大満腹だからかな。相変わらずだな。今セイボリーさんもちらっと見えたね。話を聞いていこう。今は証券取引所が閉まっているから退屈だよ。あ、そうなんだ。なんで閉まってんだろう。コニーに とってもいい気分って、ちょっと待って。コニーにとってもいい気分転換になるわね。あまり危ないことしちゃダメよ。はい、了解しました。で、何の話してたんだっけ。そうそうそう、なんで正義の触覚になったんだろうね。前回の話、キャプテンとの話なのか、それとも闘技場、ツームスームの闘技場での話なのかっていうのはちょっと私にはわからないけど、うん。とりあえずね、お人引いてるぞ、もう毎回思うけど。今回は闘技場に挑戦しようかと思います。もうしばらくできてなかったんでね。で、ビークルバトルはちょっと下手くそなんですが、かなり自信はないんですが、挑戦していきたいかなと思います。はい、ハッピーガーランド西地区。ガーランド闘技場に入るのは、てかビークルで入るのは初めてな気がするんですが、気のせいではないよね。はい、じゃあ入りましょう。後ろの積んでる荷物がさ、コンセントの差し込み口ぐらいに、差し込み口みたいな感じになってるけど、もしくは豚の鼻みたいな。あ、宝箱がある。あそこ行けるのかな。私は見逃さなかったぞ。ちょっと取りに行ってみましょう。こっちだな。ほいほいと。ここはなんだ、整備士さんか。トロットビークルのパーツの開発のことなら俺に聞きな。教えてください。お、耐水ボディ M を持ってるな。大切にしな。この国じゃ珍しいパーツなんだぜ。いい機会だ。水の中の移動が速くなるパーツのことを教えてやろう。超脚足ひれ付きパーツだ。これは、あ、え、超脚ノーマル M とサメで開発できるの。本当にサメのヒレを使ってるかどうかは俺は知らんけどな。いや、どうなんだろうね。サメを使ってる時点で使ってるのかもわかんないけど。へえ、そういうのもできるんだね。でね、今日ってか今現在ちょっと喉の調子があまりよろしくないですが、今更言っておきます。ここでホットドッグが手に入るんだね。あのさ、食べ物いっぱい持ってるはいいんだけどさ、ジーク、
結構な割合でずっと大満腹だからさあんまり意味ないよねって最近思いましたと。で受付に行きましょう早速。はいと、ザ・ビークルバトルの D ランクゴーアンゴーリキーとジャイアントサムに挑戦しましょう。セットアップは見るだけ修理ぐらいかな多分。パーツとか交換した方がいいのかな、わかんないからとりあえずこれでいいと思いますあまりパーツも持ってないしね。それで、あーもう、本人引いてるでしょ今の。涼しい顔してるけど危ないなーコニー。はい、D クラス選手名ゴーアンゴーリキ、機体名ジャイアントサム。勝てるかなー、緊張するなー。で前回勝ってくれよー、あれ言ったっけ、あの不動産の話さっき言ったっけ、覚えてないけど、あれはネフロネフロで借りたいなーとか思ってるんで、ハッピーガーランドでは借りないと思います。はい。じゃあ、バトルが始まりそうですね。あのバスも持ち上げられるのかな？フェーズ。こういうのを持っておきたい。オッケー、いいぞ。あんまり近寄らないでほしいんだな。もう投げないね。私がよく使う戦法が。ちょっと待ってね。一旦距離取りたい。距離。あーやばいやばい、来てる来てる。待って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 、ほうダメだ。ちょっと待ってよ、ちゃんとロックオンしておきたい。もうやめてー、投げないで。ちょっとずるいずるいずるい、それはあんたずるいよ。私も持ち上げられるかな。つっかかった、つっかかった。あ、なんでだよ、私もやってるだろう。やばいやばいやばい、死ぬ。ちょっと待て、おーい、いやいや、もうやだー、ずるくないそれ。カッカゴー、ぐっそ、めっちゃ悔しい。あっさり負けたなぁ。はぁ、あ、やっぱりビークルバトル下手なんだなぁ、私。めっちゃ自信なくした、今ので。はいと。これ多分一回しかできないのかなぁ。あ、お昼からか。ああ、やめたやめた。もう今回はダメだ。何やっても勝てない気がする。時には諦めも肝心ですな。お、あ、びっくりした。なんかイベントかと思った。じゃあどうしようかな、今回。あんまり考えてなかったんだよな。とりあえず何をするにもお金が必要だからさ、化石を取りに行きたいんですよね。ってなると、ネフロネフロに戻っていかなければならないんですよね。結構遠いけど。まだかな？ロードが長いな。とりあえず、この街では、フェンネルさんだったよね、あの楽器の開発とかも気になってはいるんですけど、どうしましょうかね。でも何もそのパーツみたいの集まってないからなーって思うんですよね。どっちに出ればいいんだっけ。
スムスム方面じゃないんだよな。ってことは鉄道が使えればな、駅とかでチャーっていけるのかな。ちょっと行ってみようかな、駅前どうなった。あ、でも鉄道は使えるのか、スムスムまでなら。どことどこがつながってなかったんだっけ、あんまりそれも覚えてないんですが、見に行ってみましょう、駅を。さあさあさあ、やってまいりました、ステーション。鉄道ってもしかして乗れんのかな、直ったら。乗れないのかな、直っても。その可能性はなきにしもあらず。こんにちは、乗車するお客様は切符をお買い求めください。買えんの？お言葉ですが、買えますの？あ、買えるんだ。あ、やっぱスームスームまでしか行けないのね。じゃあその鉄道のこと解決したいな。そしたら移動楽なのにな。それもサブイベなのかな。どこがダメなんだっけ、鉱山だっけ、あまり覚えてないな。じゃあガラガラ砂漠方面だよね。岩ツバメの滝方面って行きましたっけ。ちょっと行ってみよう。行ってない気がするんだよね。ゴールドン村の方は行きましたけど、ゴールドン村の方も行ってみるかな。あの求人広告でどうなったかっていうのもちょっと気になるし、サブイベなのかなって思うので、岩ツバメの滝方面に行ってから、てか今回はこの辺周辺で終わりにしようかなと思います。移動多分だいぶ時間かかると思うので、そうしたいと思います。はい。ここのね、間をつなぐのも大変なのよね、毎回。大したこと喋ってないんだけどさ、いつも。岩ツバメの滝とモズ川。透き通る湖から流れ落ちる岩ツバメの滝はこの国最大の滝である。読めなかったよ。こっち来てないね。うわ、なんかめっちゃ綺麗だぞ。あそこに若干虹ができてる。いいね。どうせならバス停の人も、あらら、うとうとしてた修理工。いらっしゃい、どうかしましたか。めっちゃ近いな。なんかメンチ切り合ってるみたいになってるけど。どうしよっかな。パーツは、ドリルアーム。強そうだな。あー、買えない。バスケット。キャリア。特にないかな。はいと。こう、タクシー代わりもすればいいんだよね、きっと。まあ、パーツを持ってないからできませんけど。こっち何があるんだ？あれ何？あれ前見たやつじゃないの？あ、てか水の中入れるんじゃない？速くなったりはしないんだね、別に。てか、むしろ遅い？遅い。気がする。から、上がりましょう。でもそんな変わんないか。ダブルビッグフット。なんか、こっち追ってきた？もしかして。水の中入ってたけど。避けられちゃうな。岩、また。ほう。手が狭きなら、こっちも戦うぞーっと。危ねえ。あんまりこれは使いたくないんだよね。危ないよ、危ないよ。よいしょ。
ここら辺をぐるぐる回って。危ない。あそこに乗ってんだね。煙が出始めたぞ。腕4本ある？もしかして。ちょいと。何も、うわーとかもなかったけど。地味な戦いだったなー、今の。こっち方面来てなかったから来てよかったね。この先に何があるのかわかんないけど。ただ、滝？おい、久しぶりに来たぞ。この音楽、懐かしい。あれ何？降ってきてるな。ちょっと待てよ。あ、ちょっと落ちる。アイアンラット。ちょっと待って、ああいうのを避けたい。で、やばい。なんか乗っちゃったよ。どこを攻撃すればいいんだ。よいしょ。あの上だよね、きっと。乗れない。え、いいぞ。で、どこ？次は。あれか？どれを攻撃すればいいかわかんないよ。まあ、上のやつを攻撃すればいいんだよね。あれ？後ろがあるのか。ちょっと待って、落ちそう。待って、穏便に行こう。やばい。落ちたか。よっ。ここで上がったのか、さっき。痛い。わ。まあ、空中戦じゃないんだからさ、そんな、危ないでくれる？よっ。めっちゃ大変なんだけど。危ない。見えない。見えない。やめて。本当に。マジで、ぶん殴るぞ。そう。めっちゃ苦戦するな。よっ。あとはどこ？ここか。看板。ああ、待って、死ぬ。今回は本当に。ちょっと待って。本当に死ぬよ。あれはない。はいはい。ここも壊さなきゃいけなかったのか。とりあえずここに隠れていて、あとは、あそこ。マジ危ねえ、あいつ。あ、やばい、落ちた。そう。やばいぞ。そっか、この、上のじゃない。足のパーツさ、水場だと遅いんだよね、確か。この上から乗れないかな。こっちから乗るしかないか。ちょっと待って。怖い。うわ。やばい。ちょっと動かないで、本当に。うわ、もう最悪だよ。こっちから撃つしかないか。あ、この戦法がいいわ。アームソードが壊れちゃう前にどうにか頼む。ダメか？いけそう。よっしゃー。あー、死ぬかと思った。倒れたぞーい。久しぶりのボス戦だったね。しかし
はい、ユロッチたくさんいただきました。オッケー疲れた、あぶねえ、あぶねえ。さあ、これで修理してもらおうかね。はいっと。いや、しかし今度は本当に死ぬかと思った。あ、お金めっちゃ貯まってんだけど。1000ユーロっちも行ったよ。じゃあちょっとセーブさせてくださいね。もう、ちょっと、あれはもう二度と戦いたくないので。これかな。いや、これだな。あー疲れた。私倒れるかと思った、本当に。多分ね、みんなも倒れると思った。ゲームオーバーだと思ったと思うんだよね。私が何しろ、ちょっと諦めかけてたから。突破口がね、見出せなかったからね。あそこから上に上がれそうなんだね。さっき見つけたんだけど。これあれか。輪脚？橋脚？まあ、どっちかに変えればいいのかな。水の中は、車輪だと動きづらいって聞いたしな。ほいっと、ここは何だろう。農家かな。栽培農家のおじさん、ここでは戦争を栽培してるんだよ。染め草？わからんっていうのは、染料の材料だ。織物を、染めたいときに使うんだよ。あ、仕入れられるのか。仕入れておく？なんだよー、もう。なんかいろいろ必要だね。なんか、バックパーツが。なんかいろいろ何も持ってないから。あ、珍しい。家の中も音楽がない。最近河原に盗賊のビークルがうろつくようになったのよ。鬱陶しいったらありゃしないわ。私たちにも子供がいるのよ。あなたより年上だと思うけど。今は絵描きになるって家を飛び出しちゃっていないんだけどね。あ、あれじゃない？ネフロネフロで、そういう絵描きの、なんだっけ、ポールだっけか。まあ、そんな感じの人いた気がする。最近物騒だし、トナカンで何、もう混ざった都会と田舎が、都会の悪い人に騙されていないか心配だわ。どうだろうな。そういう節はなかった気がするけど、あ、なんか視点が変えられないとこはね、主観視点になるといいよっていうのを教えていただきました。なるほどね、こうなっているのか。よし。この辺はないのかな？ないっぽいね。これしかないのかな？裏の方とか。あー、なさげ？かな？この中は？ほいっと。早速、主観視点を使ってみる。特に何もなし。道具置き場とか、そういう感じなんだろうな。なんか細いビークルだね。よし、じゃあこれくらいかな、ここは。よ、なんかね、すごい気緩んでる、今。あのボスを倒したことにより、気の緩みが発生しております。よし。ここに盗賊団が出るっていうのは、今ので多分本当だと思うんだけど、何の盗賊団なのかな？よっ、登れない。と、まあ、とりあえず、滝の方に行ってみましょう。いいね、こういう木漏れ日。ここが滝だね。こういうのってさ、だいたい滝裏になんかあったりしない？盗賊団のアジトとかあったりしないかな。さすがにそれはないかな。宝箱どうやって開けるんだ。あっちからだな。これびしょびしょだろうな、二人とも。
宝箱の絵に行って登って、ちょ行きましょう。これ滝裏じゃない？なんかあるけど、本当になんかあるけど、何、発掘現場とかかな、もしくは。とりあえず私はあの宝箱が気になっているんで、ですよ。こっちから行けないっぽいな。なんか、サイレンみたいな。鳴り響いてない？なんかちょっと怖いんだけど。よいしょ。こっちから行けるね。なかなかね、ビークルの操作がまた難しいな、こういう細かい道を通るの。さっきのボスもそうだったけどさ。お、プレートか。久しぶりだね。岩燕の滝のプレート。誰がこんなとこに置いたんだろう。誰も見つけられないんじゃないかな。見つけられるけど登るの大変だよね。お、誰かいる。あれ？あ、サイレンではないな。ビークルが動く音か。なんでビビっちゃったよ。古代植物学者。この洞窟では、最古の動物。あ、化石じゃん。植物の化石が発掘できます。化石発掘許可証があれば発掘できますよ。マジか。でも私、バックパーツ今、あれなんだよね。はい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 。ここは大きい化石が取れそうだね。マジで？ちょっと待ってくれ。じゃ、ここも発掘できるってことか。ちょっと待って、こっちは？もしかしてここでお金稼げる？だとしたらネフロネフロは一番最後に回せる。あ、おじいちゃん見たことある。大きい滝の老人、ようここまで来たな。わしは頑張る人を応援しておる。あ、やった、ありがとう。頑張れよ、正義の触覚。ありがとう。え？でもさ、ここで化石取れたとしてもさ、化石を買い取ってくれないとダメなんだよね。ってなるとやっぱネフロネフロなのかな。その分珍しい化石が取れるとか、そういう感じなんだろうか。とりあえず今はバックパーツに積めないので、うん、帰っていきましょう。ゴールド村の方もちょっと行けなさそうかな、時間が。まあいいか、それはカットしようかな。じゃあ行ってみます、ゴールド村へ。あ、一休みして朝にしたんですけど、どうやら人々があなたのことを腹ペコスイフと呼んでいるようです。待って、飢えてる人になっちゃいました。ほんとだ、腹ペコになってる。これで食べ物が役に立つわけだ。これなんだ？あ、フィルムね。今日は何食べる？チーズがさ、だいぶ前からあるんだよね。芋もあるし。この辺カピカピなんじゃないのかな？とりあえずスイカ食べよう、スイカ。季節的にもいいんじゃないかな？あとは、チーズでも食べるか。はいっと、大満腹。はい、また大満腹になりましたよと。じゃあ、ゴールド村に行きたいと思います。はい、ゴールド村にやってまいりました。でね、求人広告を頼まれたのがこっちの方にいた人だったので、でさ、この中も気になるんだよね。ちょっと行ってみたいねって思ってます。はいと、人がいるよ。二人ぐらい。おう、あんたか、ありがとう。おかげで人手が増えたぜ。おう、よかったよかった。これは約束の礼だ。あ、株券もらったよ。やった、ありがとう。おかげで産出量も上がってるよ。このまま波に乗せたいところだね。あ、ここで鉄鉱石を仕入れられるのか。でもあれでしょ、バスケットとかがないと。あれでしょ、変えてこないとだな。肉体派鉱山夫、求人を見てやってきたんだ。この仕事はいいね。俺の腕っぷしが役に立って嬉しいよ。
よかったね、そういう人たちが来て。この小屋も入れそうだな。前回入ってない気がする。ちょっと気になるからここに入ってみよう。廃校へ入る。え、比較的弱い敵がいる最も浅い層へ降りる。え、なにこれ。レベル1とかあるんだけど。かつてはこの国屈指の鉱山であったが、数十年前から産出量が減り、あーダメだった。じゃあ次回ここを進んでいこうかなと思います。気になるね。廃校巡りかい。なら整備していきな。で、ここでセーブはできないんだ。パーツは？あ、ダメか。そっか、修理屋さんだからか。じゃあちょっと今回は出て、次回奥に進んでいきたいと思います。レベル1をやっていこうかなと思います。はい、では今回もご視聴ありがとうございました。次回も見てくださると嬉しいです。それではまたね、バイバーイ。